はい、それでは、授業を始めたいと思います。今日は、情報公式の、1番目の展開式を考えてみようと思います。どういうことかというと、x プラス a かっこ x プラス b を、展開するとどうなるかを考えてみましょう。そこで前回、A かっこ A プラス D かけかっこ C プラス D の展開式をやりましたよね。で、この1,2,3,4 の順番に掛け算をして、足し算の式に展開をしていくということだったと思います。このやり方に従って、この問題を、やってみたいと思います。1つ目は先生がするので、あと2、3、4はその後みんな各自やってみてください。まず、展開の順番ですが、 1 x 2乗 2 プラス 2 x 3、4 プラス 10というふうに展開できますね。そうして同類項があれば同類項をまとめるということだったと思うので、ここを一つにまとめると x2 乗プラス 7 x プラス 10というふうに展開できます。じゃあ、時間3分取りますから、2、3、4を各自展開してみましょう。はい、それでは答え合わせをします。2番の答えが x2 乗プラス 3 x マイナス 10、 3番が x2 乗マイナス 3 x マイナス 10、4番が x2 乗マイナス 7 x プラス 10 となります。こうなってますか。はい、そこで、もう少しこの4つの問題で、考えてみようと思うんですけど、この括弧の中の数、それと展開をした式の数の関係がどうなっているか分かりますか。1番はプラス5とプラス2で x の係数はプラス7になる。で、プラス5とプラス2で係数項がプラス10になるということですよね。この関係は何ですか。はい、それは2つの数の和が x の係数で、2つの数の積が定数項になっているということですよね。足したらプラス3、かけたらマイナス10。いいですか。はい、そうすると、この展開式はどうなるかというと、この図を見てもらうと x プラス a という長さと x プラス b という長さで作られている長方形の面積は x2 乗と bx と ax と ab というふうになるので、この展開式は前の時間のように 1,2,3,4 の順番に展開をするとこうなります。そこでここが同類項だから a と b プラス ax というふうになって、この順番をちょっと変えると
x2+(a+bx+ab) というふうに展開できるということで、2つの数の和が x の係数、2つの数の積が定数項というふうにやはりなっているということです。はい、それでは先ほどの方法に従って、教科書14ページの例の1と15ページの例の2をやってみましょう。まず、x と x をかけるので x の2乗となります。そうして、2つの数がプラス2とプラス7なので、2つの数の和を出すと、プラス9ですね。したがってこれがx の係数になります。そうして2つの数をかけるとプラスの14ですよね。これが定数項になるというふうに展開ができます。したがって例の2についても同じようにやっていくと、2つの数の和がマイナス1、積がマイナス10になっているので、この式の展開は x の2乗マイナス 1x マイナス12というふうに展開できます。いいでしょうか。それでは、各自14ページの確かめ1と確かめ2をやってみましょう。はい、それでは5分経ったので答え合わせをしましょう。確かめ1、x2+9x+18、2は x2+12x+20、確かめの1は x2−2x−3、2は x2−10x+16 となります。はい、では続いて15ページの問いの1、1番から8番までの問題をノートに解きましょう。